ノースエースリオと木戸です。お願いします。お願いします。僕たちね、ノースエースダブルフットボール3R のノースエースやってきて、初のね、大食い企画やっていきたいと思います。そうだった。実際やってないの。早食いなどさ、やってきたの。大食いまだやったことないんだよな。今回買ってきたのがこちら。超大盛りペアペタマックス。これ2人食べるの？1人だよ。お前1人で食って4184カロリーやん。成人男性の2日分ぐらいだと。俺買ってきてますよ。それはもちろん。お、買ってきたのかよ。焼きそば俺あんま好きじゃないから、うん、俺そばで、ね、そば超大盛りそばっていうのがあったから、おお、対抗しよう。早食いになっちゃいましたらな。まあまあ、とりあえず俺もこれ買ってきました。短くした方がいい。いや大丈夫、超大盛りそば買ってきました。こちらです。でれーお前これ、カントゥーや。いや、カントゥーやではない。カントゥーやではないんだけど、超小盛りなんですよ。そうだね、そば界の超ミニサイズ。へぇ、でもこれさ、やばくない？ 12個分以上はあるよ、多分。まあ、これはネタなんですけど、今日はね、このペヤングペタマックスを2人で完食できるのか、やっていきたいと思います。超大盛りだもんね。やばい、超6個もついてる、これスーパーサイヤ人ね。わかんない何してる2人してはい、じゃあ絶対に1人で食べないでください。いや、そうだからこれルールに従って俺らは2人で食べるとさしょぼ金ねえからしゃあねえんだって一旦ね。あ、でも熱湯3分で同じなんだね。2リットル準備します。初大盛り食べましょう。大盛りじゃない、大食いね。ああ、これ言っていいっすか。どうしたどうしたっつって。やばいっす。何があった。これついにやだなー。すごい、やばすぎじゃね。これですよ。これなんか4個分入ってたのよ。うん、これなんかこう見たらね、あんま分かんないんだよね。これ見て、これわかりやすい。やばいでしょ。筋肉痛になるわ、混ぜる。重たいもんね。いけるか。はいけるか。これいけるか。食べよう。食べましょう。いただきます。よっな。ね、味は美味しいよ。ついに始まったね、大食いが、うん、マジで向いてねえ俺ら。やばいね。サキュー。おーついてるし、ここあ、ほんと？やばいわ、景色変わらないね。うん、俺らの人生だ、これ。楽しいね、俺もな。ずっと底辺 YouTuber。 よく380人もいるわな、うん、みんな何で登録してくれてんだろう、逆に。確かに、めっちゃ会ってみたい、380人に。だって小学生の時ね、何やってもいい感じだったからさ、うん、スキー授業の帰りとかさ、スキーで家まで帰ってた。ああ、俺もあった。学校帰り、学校から家までスキーで帰ったわ。俺、兄ちゃんとよくリフティングしながら学校行ってたよ。へぇー。普通にドリブルとか。アイシールド20知ってる？名前だ、聞いたことあるよ。あれでさ、うん、自分のスピードを上げるために、うん、石蹴りながら走るシーンがあるんだよ。それをね、毎日やってた。速くなった？え？速くなった？いや、押せ。これ、いける？うん。あ、もう、来てる。やっぱ朝のフルグラが、うん、溜まってんのかもしんない。何分やるの。10分ぐらい。15分や。15分や。うん、20分続いたら死ねよ。先言ってくれよ。20分までね、満腹中枢が上がってないから。もう分かってないけど、うん、こんなきついと思わなかった。おい、うわー、ずっ。ハハハハ。あ、投げ出てきた。30分経って。
だって鼻きついねん。やばお前、いやマジでなったよお前。お前さ持ち帰りだから家に。あー無理、俺んち臭くなるから持ち帰りだから。それでも明日ゴミ出せない。いや食べねえかな実は。柔道でもこんなきついと思わなかった。そう言ったっけ、俺のも最初から戦力外なの分かってるからさ。うん、いけると思ってた。でもいけてるもんな、うん、うわー、すげえお前すげえな、やっぱお前すごいわ。食ったよ、しれーって受けたよね。全然全然やるよ、すげえお前すげえな。怖い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 、お前今見てください、この完食企画終わったかのようにさ、ええ、すごい。いや、食い終わるっていうことだよ。この絵が欲しかった。この絵、俺がさっき食ってきてもよかったね。今から一応作るやめろ。おーい、勘弁してやん。でした。俺や、はい、はい、まあ、そんな感じだっけ。いや、きついよ。全然きついよ。きついよ。半分ぐらいでもやばいなと思ったもん、ね。元気は出せるんだけど、きついよ、全然。いやー、やばい。初の帯企画、どうでしたか。きつい。きつい。ドン・キホーテに売ってんで、買ってみてください。千何ボスだけど。高いね。はい、バカだよ、残したのに。あ、じゃあ夜食べるの、袋に詰めて。捨てるでしょ、夜食べて。袋に詰めてやな、もう見てるじゃん。ぜひね、はい、よかったらみんなも食べてみてください。頑張って、僕の分まで。それではこっちの動画がいいと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録、インスタグラムもフォロー、通知ボタンもお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。うわっ、やばい、今のゲップで俺ゲロ出そうだわ。はい、また食ってません、こいつ犯人です。いや、まだ俺食えないし、これ今おまけでしょ。マジ見とけよ、元気だから。